先頭を務めますのは歌三線隊です。演奏は琉球古典音楽野村流保存会の総勢25名の皆さんです。野村庵長を始祖とする野村流古典音楽の継承発展に努めてあります。続きまして、国王王妃行列の行進を沿道に知らせる先導を務める宇帝中将とドラ持ちです。宇帝中将を務めますのは比嘉大志さん、そしてドラ持ちに名森敦史さん、八峰千春さんです。そして梅雨払い札持ちの2人が続きます。琉球国王王妃を中心とします国王王妃行列です。ここ沖縄は古くからアジアの中継貿易地として日本、中国、東南アジアとの交易を繰り返しながら多種多様な異国文化を取り入れ、琉球王朝独自の文化を熟成させてきました。時を経た今、琉球王朝の華やかなりし姿が一大絵巻として再現されます。国王王妃行列には一般公募により総勢180名近くの皆さんが参加しております。皆さんが中国衣装をまとった中国皇帝使節団
殺法師行列です。殺法とは本来中国国内で皇帝や親王を任命する方法でしたが、その制度を周辺諸国に拡大していった関係が殺法体制、あるいは殺法関係と呼ばれています。渡り続けられました。殺法師として派遣された聖師、副師をはじめとした人材の多くは儒学、詩文、書に優れた優秀な人物たちであり、彼らが琉球文化に与えた影響は大きかったと言われています。本年度の聖師役は首里振興会事務部部長、与那覇正直。道仙流、マジキナ本流、島袋流、千尋会、西部流、無遊戯の会、三和の会、富士の会、加賀の会、降臨の会、ニヌファヌ会、宮城流、明ける会、砂川さよこ流部連城、以上16団体総勢72名の演舞者の流派を超えた一糸乱れぬ舞をどうぞご覧ください。
古典舞踊四つ竹は琉球王朝の芸能文化を象徴する琉球舞踊で、独特の鮮やかな紅型衣装に波をモチーフにした花笠をかぶり、手にした四つ竹を打ち鳴らしながら踊る衆議舞踊です。11団体総勢76名が花笠と紅型衣装に身を包み、群舞で踊る華麗な踊りをご堪能ください。へしきやエイサーは念仏踊りの流れを組んでいると言われています。太鼓打ちの装束と踊りの型に独特な特徴があり、その装束は浄土宗の袈裟に似ていると言われています。酒がめを担ぐ名和地を先頭に太鼓打ち、踊り手、世話係と続き、入場から退場まで三振に合わせた太鼓打ちの一糸乱れぬバチさばきと足の運び、パーランクーを頭の上から返す動作、曲によって体型を変える演技は内なる躍動感に満ちた独特なエイサーと称されています。へしきやエイサー保存会のエイサーです。
青年会は同じ糸満市のキャン青年会より指導を受け、研究を重ね独自の型を作り、今年で40年目になります。腰を落とした踊り、パーラン空の返し、隊列の変化などが特徴です。またチョンダラーを残名と呼ぶのも大里独自のものです。会員構成は19歳から24歳までが現役となっており、現在は男女合わせて15名が現役として活動しています。高校生や青年会 OB にも手伝っていただき、大里を盛り上げています。糸満市大里青年会のエイサーです。
続いて鎮区旗頭隊です。王朝時代の首里城前では盛大な綱引きが行われ、旗頭が勇壮に参加しました。首里平城は琉球王府時代は西原間際平村でした。今からおよそ100年前に首里地区に編入されました。かつては旗締めや霊魂はペーラ魂の意味で、先祖代々先輩方の心意気、魂そのものを表し、平町の限りない発展への願いが込められています。そして首里代表旗頭随雲を挙げますのは、首里の各町から集まった青年たちで構成された随雲同好会の皆様です。首里の旗頭ヒジャイ部門はゆるバタです。鼓を模して作った知人ルールは特に大きく作られ、中にろうそくを灯しています。また知人ルールの周りは空鎮花という幻想的で奥ゆかしい幾何学模様の七宝飾りで飾っています。そして主という飾りを左右に張り出させ、旗頭を持つとき垂直に釣り合いを取りやすくしております。旗頭最上部の知人ルールは王家家紋であるヒジャイ愚文で、琉球国の権威の象徴として作られました。旗地随雲は五穀豊穣と無病息災をもたらす夜が船東雲という意味が込められています。Thank you.
アザ茶壇共有会フェーヌ島保存会によりますフェーヌ島です。茶壇のフェーヌ島はおよそ300年続く伝統芸能で、派手な衣装、黒の道着、水色地に紫で縁取った法被、五角形の前掛け、赤髪のかつらを身につけ、奇妙な掛け声を発しながら鐘に合わせて演舞するとても珍しい芸能です。えと寅年の時にだけ行われる阿座茶壇三家村大綱引きの道樹根演舞として伝承されており、綱引き前に邪気を払う風致芸師の意味があります。本来は12年に一度ですが、踊り継承のため保存会を立ち上げ、茶壇町内のイベントなどで披露し継承に努めています。阿座茶壇共有会フェーヌ島保存会のフェーヌ島です。Woo!